時計ファン、世界の腕時計コレクション、4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託、アンティウォッチマンの提供でお送りします。1本目は、IWC オーシャン2000コンプリートサービス済み。非常に綺麗なオーシャン2000です。2017年にコンプリートサービス済みで、その時に針とリューズのチューブを交換していて、機械もいい状態です。ナイロンバンドとアタッチメントがついています。第2世代のオーシャンとしては、非常に綺麗な状態だと思っています。2本目は、IWC オーシャン2000 RF3500 筆記耐久ロゴ。1983年製造、ムーブメントは ETA2892 をベースに、IWC がブラッシュアップした直径 28mm CAL375 両方向回転式自動巻き、28800振動、秒針規制機能、レイトジャスト機能付き、このオーシャン2000のオリジナル CAL になり、当時としては大型なケース幅 42.5mm のサイズを決定する一因になりました。3本目は、ポルシェデザイン by IWC オーシャン2000。ご存知の通り、様々な機能、工夫が施された未来型ダイバー。IWC の技術力とポルシェデザインの見事なコラボレーションのモデルです。今でこそ、2000M 防水のダイバーモデルは珍しくありませんが、当時としてはポルシェデザインと IWC が成し遂げた偉大な達成の一つです。4本目はポルシェデザインオーシャン2000。オーシャン2000は西ドイツ海軍用に開発されたという執事を持ちますが、機能性と実用性に気品さえ感じられるのは IWC とポルシェデザインとのコラボレーションのみだと思います。実際腕につけてみると 42mm の大きさはさほど感じず、そのユニークな曲線デザインゆえエレガントな印象。これらの時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティウォッチマンがお届けしました。